発表項目についてなんですけど、その前に、今日が多分年内最後の、記者会見になると思いますので、ちょっと振り返りをしたいと思いますが、いいですか。先週に、今年の漢字が「税」ということで落胆した人が多いんじゃないかと思いますけど、私は今年はですね、変化の変ですねが印象に残っています。で、一番は世界的なやっぱ気候変動の変ですね。これだけ厳しい暑さ、それから災害の大規模化、気候変動のが今年は極めて大きく記憶に残ってますね。だから日本全体でいうと、私たちは、投資によって成長すれば、いずれ皆さんにその利益が行き渡っていくということをずっと十何年言われてきましたけれども、そんな段階ではないんじゃないかという気持ちの変化が相当強くなっていると思います。気持ちの変化ですね、の変。それよりもやっぱり今目の前にある課題、苦労している方々、これから将来背負う方々に対してどう対処していくのかということを、本腰を入れて考えるようにしなきゃいけないんじゃないかというのが、起きている年だと思います。だからもちろん大分県にとって言えば、知事も市長も変わりましたし、そういう変化の年であると。私個人のことを言わせていただくと、社会人に出て22年間外科医で、18年間参議院で、そして今度市長ということで、大きな変化の年だったなと、それを総じて変かなと、そのように思っています。市政関係では、皆さんご案内のように5月8日に新型コロナウイルス感染症が5類に移行されて、相当にぎわいが戻ってきたと、経済的にも順調に回復しているという評価だと思います。で、それに将来の日銀の短観の発表だと、緩やかに回復ということになるわけですけど、懸念として、全産業で人手不足だと、将来に対して、成長が継続できるか、非常に不安の要素があるということがありました。そんな中で祭りに関しては、七夕祭りが38万人、それから小村祭り、鶴崎踊り大会が3万人、大野川合戦祭りが4万人というように、かなりのにぎわいが戻ったことは確かです。そういう中でですね、2024年問題というのがもう半年ないですね、4ヶ月後に迫ってきました。これは大きな変化が生じると思います。それに呼応するというか、それよりも、5年も前に働き方改革ってなったわけで、今年は、仕事納め式は、皆さんが、自由な計画で、日程を組んでいるでしょうから、みんなで集まって、あるいはモニター見ながらというような仕事納め式は、今年はやらないというふうに決めさせていただきました。仕事始めは行います。で、今日はですね、1項目目になるんですが、マニフェストに市長の通信簿というような書き方をさせていただきましたけど、これの方針は以前申し上げたかもしれませんけれども、半年に1回中間検証、で1年に1回、検証という形で考えております。で、そのマニフェストは4年間で行うべきことを書いておりますので、もちろんまだまだ検討が必要なものもありますけれども、今日お手元の資料1はですね、中間検証として今後は4月、それから年間検証としては10月に考えています。しかし今年は、4月になったばかりですから、今日、年間検証という形で、発表させていただきたいと思います。で、まず資料1をそのままご覧いただきたいんですけれども、左側ですね、もう概要、それから掲載項目、これはもう皆さんご存知のことですが、特に概要の部分は、これも何度も申し上げていることなので、あえて触れません。掲載項目につきましては、政策、主な個別事業、事業概要、取り組み状況というふうに書いて、この3つを書いています。政策というのは5つの柱、守る、育む、支える、豊かに、元気に、と12の分類で構成されています。それぞれに沿った主な個別事業として100事業を掲載しています。事業ごとにその概要と9月30日時点、来年から10月にやります。それで9月30日時点の取り組み状況を掲載しています。で、広報については、本日の記者会見をはじめ、市のホームページに掲載します。手法については1月1日、1月1日号でお知らせするようにします。今後のスケジュールには、そこ4月または5月頃にという書いてあるところです。で、続きまして、右側です。先ほどの、詳細と。抜粋ではありますが、まず人を守るのところで、休日夜間の救急医療体制について、今後の方向性を検討するために、在宅当番員制及び初期救急医療体制在り方検討委員会というものを行って、5回開催しております。特に夜間の当番員制の運用が、大分市は3つ医師会ありますけど、東医師会、郡市医師会等でかなり厳しい状況になってきているというようなことが、それを背景に検討をさせていただきましたし、もう一つは、10月にですね、夜間救急医療体制に関する市民アンケートという形で、郵送で5000でしたかね、で、LINE で600でしたかね、行わせていただきました。ざっとまとめますと、郵送によるアンケートの結果としては、夜間当番員、日によって医療機関が変わる仕組みですけど、の認知度は 70% を超えていました。しかし、その一方で、夜間当番員と比べて、医療資源を集約し、地域の拠点性となる夜間休館センターを望む声が非常に多いと。圧倒的という言い方もが正しいかもしれませんが、データが得られました。今後、このアンケート結果も踏まえて、各委員で対処策を検討していただく予定です。2番目の人を育むですが、これはもう何度か記者会見でも申し上げました、大分市ニコニコ保育支援事業、来年度から、保育を必要とする第2子以降の0、1、2歳の保育料を無償化します。それから2つ目、10月から始めましたが、保護者に持ち帰っていただいていた使用済みおむつを保育所等で処分すると、自園処分という方向性に変えました。3つ目は私立保育所とおむつ処分事業、これも、さっきの件は、私立って表現しましたけど、公立の一律のことで、この3つは私立のことで、自園処分をされたり、その時に、お金を徴収したりしなかったりと。まちまちでしたけれども、10月以降は自園で処分する場合に補助金を交付することにしました。4つ目のは、来年1月から始まりますが、一律中学校の学校給食について無償化します。5つ目、子ども医療費助成事業ですが、現在、中学生までを対象としているのを、来年4月、来年度から高校生まで拡充します。しようとするものです。で、3番、人を支えるについては、9月、パートナーシップ宣誓制度推進事業を始めました。宣誓されて受領証を交付するというものです。現在まで3組のカップルが宣誓されています。人を豊かに、そこに書いてあるのは工場夜景クルーズで、メディアの方も応募されたけど、急遽中止という方もいらっしゃるかもしれませんが、製造品の出荷額が九州第1位を続けているこの大分市ですけれども、そこに、反面、二酸化炭素の排出が全国1位多いと。で、これから脱炭素の取り組みを検討、企業群で合わせて、全体で取り組んでいきます。グリーンコンビナートへ変化していくと、いうことで、その工場群を海側から見てもらいたいということで、11月25日から12月10日の間で実施しました。予約受付をしましたけれども、2日で完売というような状況でございました。アンケート調査では、速報値ではありますけど、ツアーへ参加したモニターの 96.5% はほぼ、96.5%、ほぼ全員が満足しており、また参加したいという声が非常に多かったところです。実施期間中は気温が少し低かったという点がありますが、空気は澄んでいたので、写真写りは良かったのではないかというふうに考えています。参加者の中には、市外だけでなく、他県、福岡県や長崎県などからお越しいただいたモニターもおりまして、デスティネーションキャンペーン、来年4月、6月ですが、向けて観光客の誘客にも期待ができると感じております。アンケートの中には、普段は間近に見ることができない工場の様子を海から眺めることができた、各工場が行っている環境に配慮した取り組みなどをガイドから聞いて、大人の社会見学のようで勉強になったとの声も聞かれました。新たな魅力の発信として大きな可能性があると私は感じています。5番目、人を元気に。アーバンフェスタ開催事業ですが、新たな魅力の創出として、スケートボードやダンスなどのアーバンスポーツが体験できるイベント、大分アーバンスポーツフェス2023を10月8日、9日に祝祭の広場で開催しました。2日間で3200人の皆様に来場していただきました。そこでのアンケートでは、回答者の過半数が20代以下でしたけれども、アーバンスポーツの普及発展には施設やイベントの充実を望む声が多く、施設整備に対しては気軽に利用しやすい環境の施設を望む声が多いというデータが得られました。私個人の意見としては、プロの技を見られる場、指導を受けられる場、普段気軽に練習できる場、そして競技会発表等ができる場というようなものが必要になってくるのではなかろうかと、そう感じています。発表は以上ですけれども、100の個別事業のうち、事業化に至っているものが88です。で、新規22、拡17で、それ以外については実施の可能性について検討しているところです。事業化できるものについては、早期に着手できたのではないかと、私自身は思っています。検討中の取り組みについては、スピード感を持って調査研究を進めていきます。今後は既存の事業の見直しによる財源確保と合わせて、しっかりと取り組んでいければと思います。ちょっと1項目目、長くなりましたが、2項目目、報道等で出ておりますが、18日に、今週の月曜日に、中間報告書の提出がありました。検討委員会から教育長に対して、それも私もいただきました。8月に第1回の検討委員会を開催しました。これはですね、これも何度も申し上げていることですが、それに先立つアンケートでも、あるいは全国的な調査でも、高校卒業して専修学校あるいは大学に行かれる方の5割以上が奨学金を利用していると。でその多くが、貸与型ですので、卒業した瞬間から負債を負うことになる。しかも長期にわたって。でこれが若者の将来の夢を摘み取ってはいないかということで、そういうことが解決できるような奨学金制度を作れないかということで、8月に検討委員会を立ち上げたわけです。現行の大分市の奨学資金制度は、高校生、大学生を対象とした無利子の貸与型奨学資金と、高校生を対象とした給付型の奨学資金の2種類がありますが、特に貸与型奨学資金は年々応募者数が減少して、制度の在り方を含めた見直しが課題とすでになっておりました。先ほど言ったような理由かと思います。一方、国においては年々制度の拡充が行われている状況であり、大分市としましても、人口減少、少子高齢化などの課題解決、社会課題へ対応して、本市の奨学資金制度を時代やニーズに即したものにするために、負担軽減、もちろん、学業を行っている時間もそうです。卒業後も含めて負担軽減と、大分で活躍する人材の育成確保を目的とした新たな奨学資金制度の導入に向けて、行っているわけです、この開催にあたって市内の高等学校に通う学生やその保護者を対象としたウェブアンケートを実施し、市民ニーズの把握に努めながら、制度設計について検討が重ねてられてきました。中間報告書の概要になりますけど、新制度案は資料2ですね。一定の条件を満たせば、貸与した金額が免除となる、いわゆる給付型に近い返還免除型の制度となっております。一番上、貸与金額については、入学一時金として県内進学者に50万円、県外進学者に80万円を貸与して、学費として年額50万円を、最短就学年数、つまり4年生は4年、6年生は6年、貸与することが望ましいとされています。選考方法につきましては、応募資格はいいのかな、応募資格はそこに書いている大分市内の高等学校等に在籍しているもの、または、保護者が大分市内に住所を有しているもの。選考方法について3番です。市内の高等学校等に在籍する生徒は、各学校の中で選考後、学校の中で選考をして、市において面接、最終決定。市外、県外の高等学校に在籍する生徒は、市が直接選考、面接して決定することが望ましいとされています。募集人員は、市内の高等学校等に在籍する生徒は、各校1名、28名ですね、計。そして市外、県外の高等学校等に在籍する生徒は1名、とすることが望ましいとされています。合計29名。5、返還免除要件については、猶予期間が下の方、右側の下の方に猶予期間がありますが、5年間、大分市内に居住、もしくは市内の事業所等に就業しているといった要件を満たした場合は、返還免除とすることが望ましいとされています。また、返還免除を開始するまで、最大5年間の猶予を設けることも必要であるとされています。卒業と同時に返済を始めなくてよいということです。今後のスケジュールとしましては、この中間報告書をもとに、市としての方向性をまとめた新たな奨学資金制度の素案を作成し、そのパブリックコメントを今月末から実施する予定です。新制度の具体的な実施時期につきましては、詳細が決まりましたら、また広くお知らせしてまいります。人口減少、少子高齢化が進む中、将来、地域を担う人材確保につながる取り組みは重要だと思いますので、将来、大分市に帰って、地域に貢献したい、あるいは生い立ちでなくても生い立ちの企業に事業所に勤めて頑張りたいという強い意志を持った若者を主として支援してまいりたいと考えています。少子化対策が今後も今年も本市の最優先課題であると認識しておりますので、奨学資金制度の充実とその推進を図りたいと考えています。3番目、資料3、第48回憲法記念講演会、憲法を暮らしに生かす市民の集いの開催についてです。本市では日本国憲法をより身近に考えていただく機会として昭和51年から憲法記念講演会を開催しています。今年度の講師は、全体的にですね、各分野で活躍する著名な方を招いておりまして、今年度はプロボクシングの東洋太平洋2階級王者であるプロボクサーの菊池誠さんにご講演いただきます。日時は令和6年2月2日午後2時、場所はコンパルホール1階文化ホールです。演題は「拳で大分から世界へ、家庭で見えた人権と多様性」です。入場無料で定員は500名となっています。事前の申し込みが必要になります。1月4日から電話または大分市ホームページの専用申込フォームにてお申し込みください。菊池さんの人権と多様性についてご自身の経験をもとに講演していただきます。竹田市出身の方で、私とはもう、まだ10年にはならないですけど、付き合いのある方で LGBTQ を公表している方でもあります。その他ですね、ちょっと私の方で申し上げたいのは、ちょっとメモ書きみたいになって申し訳ないですが、もう報道で今朝もありましたけど、昨日仮称第2回の大分花火大会実行委員会が開催されました。で、昨日決めたことは開催日と場所です。8月の最終土曜日という決め方で、来年は8月31日土曜日で、弁天大橋上流大分川の右岸、陸上競技場側ですね、で開催することについて、事務局で調整を進めることが決定されました。あとはですね、名称については2月から公募する形で3月までに花火大会の名称を決める予定ということが確認されました。で、あとは必要経費の確保についても、今後、事務局からの提案を待って次の会で、検討していきたいということになったところです。で、次にですね、これも報告で、新型コロナのワクチン国産が初めて認められましたが、予約受付が12月25日から、接種期間が1月16日から大分市ということで、ほぼほぼ日程が固まりました。12、3年前の新型インフルエンザの時は、国産じゃなきゃダメだという意見も相当強かったんですが、今回は、メッセンジャー RNA ワクチン、もうすでに皆さん、だいぶ認識というか、なじまれているところもありますから、国産に対する期待というのがどれほどか、少しわからないところもありますが、もともと国産のものが欲しいという話でありましたので、接種を受けてくれればなと思っているところです。で、続いてですね、これも前もって言っておきますが、マイナンバーの紐付けの総点検を行っている中で、これも報道にありましたけれども、全体で大分市の場合、障害者手帳とマイナンバーの紐付け総点検とやりましたけれども、全体でいうと、ちょっと待ってくださいね。まあ、王道にあるように1件、全部で100件が住民票と障害者手帳の場所が違うというのがありました。住民票と障害者手帳の交付している自治体が同じである場合は、システム的に紐付けできます。この誤りはない。ただ、住民票は他都市にあって、大分市が障害者手帳の交付をしているというものは、それを突合といいますか、手入力でやっていかなきゃいけない中で、それに該当するのは約100件あって、そのうちの1件が手入力の記載誤りという形で1件ありました。これは大分市がやった中での1件です。で、最後に7万円の給付日程です。これはいろいろ検討した結果ですね、自治体としては現場のことが分かっていない話じゃないかという批判もまた相当ある中で、大分市としては、プッシュ型ですでに3万円給付されている家庭については、プッシュ型で通知の発送をします。これが1月22日、スケジュールとしてはそんな感じです。私の方からは、そこまでにしておきます。全部あげると、大変な資料になるので、お帰りの際に全部を書いたのをお持ち帰りいただこうと思っています。で、それはですね、マニフェストに書いてある項目が大体28政策で、100をちょっと超えるような事業になるんです。で、その内容をこうくっつけていくと、大体100ぐらいに集約できる。で、マニフェストに書いてある事業の進捗状況。だから1500あるうちのものは、それぞれ見直しをこうかけてますが、今回の件に関しては、市長の通信簿というマニフェストの書き方からいくと、マニフェストに書いてある事業名の進捗状況をまとめたと、そういうことです。元になる資料で、どれだけ実施してるか、一部実施か、全実施かとかね、今検討中だとかいうのは、元の今日皆さんにお配りするのは、これで100かな。100事業なんですけど、もともとのやつにはそういうとこまであるんですけど、ちょっとそれ今手元にないんで、例えばですね、これも当然のことなんだけども、例えばですよ、今パッと私が浮かぶのは、コロナの反省でね、公立病院、県立だとか一律だとか市民病院だとかと、独法の病院があるじゃないですか。それ神奈川とか東京はもう一つの機構にして、機械とかお金とか人を融通できるように変えてるんですよ。機構に変えて、地域独法で。そういうことがコロナの反省からして必要なんじゃないかということも書きましたけど、これは大分市単独でできる話ではないので、どういうふうに進めていこうかっていう、まだこれは着手できてない項目に入っていると思います。はい、まずこれは今までの説明でも申し上げたように、文部科学省が行った調査で、公立の小学校と中学校を比較した場合に、中学校の方が年間19万円支出、教育費等が多いと、もともとそれだけかかっているということです。で、給食の今話なので、じゃあ給食とは何ぞやという話になってくるんですが、子どもの成長の最低限の保障をする中で、給食というのは、私は中心的な存在だと思っています。で、子どもの成長をしっかり支えるという意味では、私は本来、給食は無償であるべきだと思っています。しかし、そこから先は、すべてをいっぺんに始めるとなるには、財政的にも相当な負担になってくるのは、もう隠しようのない事実で、これは皆さんお分かりの通りです。そうした場合に、アンケートじゃない、調査でも19万円支出が多いという中学生から始めようということは、できるところから始めていくという考え方に立てば、そういう方向を選んだということです。希望を言えばそうですけれども、今年度予算の中で3学期、だけでも相当ありますね。これ来年から通年になるっていうと、普通に考えれば3倍以上ありますね。で、小学生が入るとおそらく、かける3倍ぐらいになるということを考えると、3学期から始めて来年1年間やる、継続してやるっていうことがまず大事です。それができて初めて広げられるんじゃないかと思います。評価基準、先ほどおっしゃったのは丸×三角とか、あるいは何点だとか、そういうものになると客観的指標が必ず必要になってくるでしょうね。でその前に政策としてマニフェストに掲げたものについてはどこまで行っているということは、それはもう行政の中でまずはどこまでできているということが示されないと、おそらく外部評価も難しいんだろうと思います。でそういった意味ではね、通信簿という書き方は私はちょっと失敗したなとは思ってるんですけど、自己評価ですよね。まず必要なことは、これを4年間のうちでやりますって言ったことがどこまでできているか、それを半年に1回チェックして公表すると。だから第三者からの評価というよりも、今の段階では、行政として、大分市の行政として大分市がどこまでできているかということの方が今は大事なんではなかろうかと思っています。これから考え直すかもしれませんけど、私はこの形だろうと思ってまして、その評価っていうのは、まあちょっとうがった言い方になってしまうかもしれませんが、有権者、住民が全体が判断することなんだろうなと私は思います。でそれがやっぱり必ずしも選挙ということだけではなくてね、これだけの約束をしているのにやってないじゃないかというような声が上がってきたら、それはやっぱり実施できていないことだというふうに思いますのでね。で私どもとしては、まず市全体で自分たちではどこまでできているかということを、出すことが、そういうチェックしながら前に進んでいくということが大事な姿勢だろうと、PDCA の一部ですね、そう思っています。ですから今の時点では、来年の中間検証、それから年間検証について外部の評価を入れるかどうかっていうのは、また別の意味で行政評価の仕組みが、外部が入ったものがありますからね、その中に溶け込んでいくんじゃないでしょうか。そう思ってますけど、これは実行委員会、私が議長で進行しているんですが、その中での意見を、申し上げます。で一つはですね、今まで納涼花火大会ということでやられてこられて、これはもう大分市の夏の伝統になっている、それは確かです。でコロナが明けて4年ぶりにいろんな、先ほどにぎわいが見られたということの中で、どうして大分市は花火をやらないんだという意見も相当寄せられました。でこれは一つの民間企業に頼っているんではなくて、それだけ多くの声があるんだったら、大分市が主になってこの花火大会を復活させるということが市民の要望であるというふうに私は捉えました。それで実行委員会を立ち上げました。で日にちに関して今ありましたけれども、七夕祭りを、今の1日目の船井パッチ、2日目の総踊り、そしてまた3日目花火ということになると、3日間規制をかけて、3日間皆さんが出てきてくれるだろうかという不安が一つ。3日間続けてて、なかなか規制面でも大変だと思います。ということは、一つ案が出たのはですね、実行委員会で案が出たのは、夏の初め、これから夏の初めだぞという頃にやるのか、あるいはお盆の季節、里帰りした人を考えて、やるのか、あるいはもう夏の終わり、これから秋の収穫の時期のお祭りが始まる前に夏の終わりとしてやるのか、この3つがあって、これ全会一致で夏の終わりで、お盆に関しては帰ってくる人はそうだろうけど、逆に帰省していなくなる人もいるというような理由、それから7月8月に関しては他のすでにある祭りとの重複を避ける。で幸いなことに、8月の最終土曜日というのは年によって違いますけど、重なるものがなかったです。で西照宮祭りが今年から、今まで平日だったんですけど、今年から8月の第4土曜日かなんかに決められて、令和9年に1回重なる時があるけど、それはのつ春から、商工会の代表が出ていただいてるんですけど、そこはその場で臨機応変に考えるということがありましたので、今のところは重複するものがない。で、重複っていうのは人手が制限されるだけではなくて、花火が作れなくなるという話でした。重複で花火をやるところがあるので、ということから考えて、全会一致で8月の最終土曜日で、来年は8月31日というふうに決まりました。これは当初はですね、こういったものが作れないかという提案に対して結構、制度上もですね、奨学金というものが経済的に困窮する世帯であるとか、あります。で、そんなものがある中でね、じゃあ私の考えとしてはもともとあったのが、経済的に困窮していることを証明してもらわなきゃいけないのかということが相当大きな生徒にとってはなってるんではなかろうかということ、それからそれをブレイクスルーできた一つのきっかけは、学校で選んでもらう。で、選んでもらうということは必ずしも学業優秀な人だけには限らないだろう。学校が選択する場合ですね、もちろん普段からの行いであるとか、部活動であるとか、生徒会活動であるとか、あとは家庭の状況も全て把握しながら一人選ぶということの中で、学校側も十分考えていただけるのではなかろうか。最初の段階から経済的に世帯収入がこれ以下とかですね、そういう決め方をすると、この昨今非常に経済的にも収入の面でも変動の大きい社会で、それをやっぱり証明しなきゃいけないです。そのことは私は児童生徒、この場合は生徒ですけど、そういう負担を負わせたくないっていうのは考えのもとにありました。で、実行委員会の中でそれは議論をしっかりしていただいて、学校側が責任を持ってトータルで判断する中においては、必ずしも所得制限はいらないんではなかろうかという意見に、中間報告の段階でまとまったと私は認識しています。これはね、ちょっと私も整理が必要だと思うんですが、行政評価、行政改革についてはいろんな会議体があるんですね。外部の人が入ったものであるとか、市議会でやられているものとか。で、それに対して今度町内でそういうプロジェクトとして若手を中心にやってもらってるというものについてはね、条件があって、これはもう時代背景的に役割を終えたもの、過去の違った経済状況、高度成長期であったり戦後であったり、そういうものに始まったものを漫然と継続していないかという視点、それから似たような事業なんだけれども、科が違うというだけで2つやってるとか、そういったものは合わせて1つでできないかというような観点で、町内でまずやってもらいたいという話をしました。で、その後のどれぐらいまで手をついたかという話ですけどね、これ最終的にはね、事業の内容を絞って縮小する場合は、最終的には予算ですよ。予算で現れてきますね。だから3月までは言えないですということですね。予算をこれだけ縮小して、この部分を削ろうということは今の段階では言えないです。で、早めに言えるとすれば予算に関係ないことですね。で、どういうことかっていうと、もうやめることですね。で、通信簿という表現は良くなかったと僕は思ってるんだけども、その中でもマニフェストの中にやっぱりスクラップ&ビルドの考え方で、行革というものは普段の努力が絶対に必要なもので、もういいやということはないわけですね。そのことも書いているので、これも、今回の進捗状況の中でどういう評価になっているかは、そこの部分についてはちょっとさっき資料がちょっとないのではわからない、これざっと読めばいいのかもしれないけど、ちょっとわからないんだけど、私はいずれ明らかにしなきゃいけない責任だと思う。で、タイミングとしては予算で変化するものはやっぱり3月までは言えない、議会で認められない限りはね、それが議論になるでしょうしね。で、でも方向性として予算に出ない、もう やらないっていうことについては、それよりも早い段階で言えるんではなかろうかと思います。これは3月の定例議会を考えると、2月の記者会見では、こういう予算を提出しますということは言わなきゃいけないですからね、そこでは絶対に説明が必要ですね。で、そこまで待たなくてもできると思われることは、さっき言ったように、もう廃止しますというようなことは、例えば食と暮らしの祭典はもう皆さんご存知のように、今年度で終わりで、来年からバージョンを変えて、第一次産業全体に通じるようなって話になってますね。で、このことは来年度予算にもう出ませんから、なくなるということで、それよりも前に言えることだと思ってます。一つの例ですけどね。そうですね、大事なのは、もう年内に始まるパブリックコメントですね、市民の皆さんがどういうご意見を持たれているか、でそれによっては、中間報告、その前に、ごめんなさい、パブリックコメントの前に、中間報告に基づいた制度設計をこっちが出さなきゃいけないですね、作らなきゃいけないですね。それに対してパブリックコメントで意見があった場合に、それを反映させるものがあるかどうか、反映させたら最終案になって、で、そこの時期でいつ頃から始められるかというような話になってくると思います。私としては、これ、まず申請、応募から始まるわけですから、実際にその給付決定までには、例えば入学試験が1月、2月から始まると、仮に仮定すると、その応募はやっぱりどう見たって夏ですよね、応募するのはね。だから、どんなに早くても最初の段階が来年の夏か、再来年の夏かという感じになると思うんですよ。それは今後、大きな制度設計が今までの考え方と変わらない限りは、できるだけ早くやりたいというのは私希望ですし、最終報告が速やかにできることが一番のまず課題ですね、ボトルネックというか、最終報告がいつできるかって話です。パブリックコメントの実施期間、12月25日から1月24日。で、パブリックコメントの内容というのは、これいろいろですよ、質問で終わっちゃうところもあれば、この部分は変えるべきだとか、いろいろ出てくると思います。それにやっぱり一つ一つ読み込んで、対応を迫られるもの、あるいはもうこの制度の中に入り込んでいるものというのは、評価を部署でやらなきゃいけないですからね。パブリックコメントにつきましては、今、中間報告を受けましたので、それをもとに事務局の方で素案を作成をさせていただきます。で、その素案をパブリックコメントとして、広く市民の皆さん、例えばホームページ上であったり、司書等に置かせていただいて、見ていただく。それを私どもに一度集約して、でその意見を、ご意見の方ですね、また検討委員会の方にお借りして、でそれも踏まえながら、最終報告書を検討委員会が作ってくださるという流れになっております。以上です。この件は、私は結構関心が高いと思ってました。大野さん、お見えになりました、県民栄誉賞のあと、あれ、おとといかな、来てくれました。で、そこで申し上げたのは、まずはおめでとうございますですよね。で、背負ったものが大きくなりますよねっていうことは申し上げました。で、彼女は地域的な問題で大変申し訳ないんですけれど、辺津小学校、辺津中学、南高校出身で。もろに私の地元ですから、お父さんもよく知ってますしね、だからよく頑張ったと思いますよ、正直。で、いろいろ今まで大変なことも、あったとご本人も言ってましたが、でも笑いながら言ってますしね、ほっとしたと言ってました、肩の荷が下りた気がすると、だからお疲れ様で、よく頑張りましたねっていうことです。11人目スポーツ界では初、年齢ということを考えると、大変なものを背負いましたねってさっき言いましたけど、そういう感覚は私はあります。でもそれは県は上げるべきだと判断したことなので、まあ、喜ばしいことですね。重い賞だと思いますよ。これは中核市長会があったときに結構みんなで話し合いになりました。でそれは地域公共交通がもう崖っぷちに来ているからどうしたらいいかという話の中で、コミュニティバスというようなものが停留所を利用しなきゃいけない。でそれはあまり有効性が高くないという意見が大半でした。でそれよりもディマンド型でですね、やっぱり自宅からどう生きていくかっていうのがこれから先はそちらを中心に考えなきゃいけないなっていうのが中核市長の多くの意見でした。でライドシェアの話が出てきましたけれども、そこで意見が出た、私も言いましたけれども、ことの中でね、じゃあ例えば移動支援、長寿の方の移動支援っていうのを市もやっている、あるいは障害を持っている方の優遇というか負担免除といいますかありますよね。そういったものをライドシェアで反映させることができるのかどうか、これは大きな障害っていうかハードルだと思いますね。でもう一つは、私は子どもたちのサッカーの試合の送り迎えとか何人も連れて行ってましたけど、その後やめる方向になりましたよね。やっぱり事故を起こした時なんかはとても補償の面だけではなくて人間関係に相当影響があるということで、ライドシェアも今補償の関係とかいうことも整理されつつありますけれども、人間関係のところまでは手はつけられないですよね。そういったハードルがあると思いますよ。でやっぱり私は大きなのはいろんな市が取り組んでいる、あるいは国全体が取り組んでいるような障害を持った方とか高齢の方とかに対する優遇がそこに反映されないであろうと、反映させようとしたら全部IC 化してどこからどこまでみたいなこと、しかもマイナンバーでその人の年齢障害全部わからないと反映させられないと思うんですよ。そういったことが大きな私はハードルだろうと思ってます。そう簡単にいかないんだろうというのが実感です。繰り返すのはあれかな、生産年齢人口でね、15歳から64歳まで2020年までの15年間で3万人をいたして減ってます。で2015から2020までの5年間で8000人減ってます。すべての業種で人手不足のことをどこに行っても訴えられますね。でその中でずっと増えているということが果たして皆さんに理解されるだろうかっていう根本的な疑問のスタートはあります。ついでに言うとね、共通認識を皆さん持ってもらいたいんですよ。総務部長が定例会で答弁したのは、普通会計部門の正規職員の話ですよね。これは全国的な平均値と比べてどうこうという話はありましたね。でも会計年度任用をはじめとする非正規に関しては他都市との比較するデータがないと、だから分からない、つまり正規と非正規を明確に区別して話をしているんですね。で私がこれを言っている一番の理由は、これも共通認識してほしいんですけども、非正規雇用会計年度採用任用とかはですね、市長の決裁はなんかいらないんですね。でそういうところが増えている、これ事実ですね。それが果たしていいのかという、やっぱりね、私が申し上げたいのは、残念ながら大分市は子育て支援、少子高齢化対策に頑張りたいけれども、生産年齢人口は今後も減りますよ、少なくても15歳になるまでは。そんな中でやっぱり皆さん機械が使えるところは機械を使って、IT AI を使ってできるだけ効率的にやってサービスのレベルを落とさない、むしろ上げていくという努力を全分野でしなかったら持ちませんよ。そういう意味でね、庁を挙げてデジタル化に取り組みますということを言っているわけです。これが私の認識です。